こんにちは、速稼塾の久保です。今日ね、国会の質疑見てたんですけども、最後にね、とんでもない、このね、どうしようもない人が出てきましたね。衆議院議員の岸本周平です。岸本周平、まさに何も分かってない人。もう諸悪の根源ですね、この人は。何を言ったかっていうと、増税を進めてるんですよ、これ。というのがね、この方は、実は昔ね、震災復興税っていうのを、通してですね、いまだに私たち払ってる。その時に言った言葉が、私たちの代で歯を食いしばって、この復興の税を払っていきましょう。子や孫の世代に月を回さないために払っていきましょうみたいなことをね、言って、自分で感動して、目が潤んでるんですよ、これ。演説しながら。バカかと。本当にバカかと言いますよね。自分たちの世代で払うって、じゃあ岸本周平さん、あなたあと何年生きるつもりなんですかと。ね。25年、30年の周期で払うとしてね、あなたいないでしょ、途中で。ということもあるし、歯を食いしばって払うって、いや、お前が払ってねえだろ、みたいなね。歯を食いしばるのは、私たち国民で、岸本さんはね、額に汗すらかかないんですよ。何一人で感動的になっちゃってるんですかって話ですよね。この岸本周平さんね、縁起めいたことやってるけども、本当にひどい人だと思いますよ、これは。これはないですね。ね、税金を払いましょうなんて言ってるんですよ。いや、平たくね、国債を税金、借金と考えて、じゃあ借金をね、払うのに、1年の方が楽なのか、100年の方が楽なのか、どうですか岸本さん。皆さん。借金を払うときに、明日までに払えよって言われるのと、10年がかりで払えよって言われるのと、どっちが楽だと思います？特に今回ね、国債ってのは単なる財政出動の記録ですよ。借金じゃないんですよ。ね。もう返す必要ないですよ、こんなの。最初から。なのに、これを借金だと言い張るね。もうほんと500年前の頭ですよ、これは。で、なんでこんな人がね、国会議員やってるんですかね。ほんと呆れて物が言えないっていうか、全く分かってないですね。岸本周平さんね。これご家族の方どう思ってるんですかね。よくこの歩けるような相当、ということでね、怒りが止まんないんですけども、税をね、上げることに一生懸命ですよ、この人は。もう国民の敵。ね、歯を食いしばるって言うんだったら、一人で歯を食いしばれって言うんだ。ね。それ税金をね、上げるのを決めるのは一番楽ですよ。他に知恵はないのかって話ですよ。みんなから取るお金を増やすことによって、財源をね、なんとかね、担保しようと思ってるわけなんですよ。もっとね、知恵を働かして、お金を集めなくてもいいような方法を考えるのが、お役人ってもんでしょう。ね、お金が足んないから国民からむしり取りましょう、みたいな。いつもそれじゃねえかって感じですよね。いや、とりあえずね、この岸本さんの涙ぐましい演説、見てやってください。皆さんも今私がね、憤った、そんな気持ちになると思いますよ。まあ、どうぞご覧ください。ちょっと倍速にしてますからね。民主党は私がやったんで、中身は分かります。その上で最後にご質問させていただきたいと思うんですけれども、さっき言いましたように、さっき野田総理がですね、野田元総理が大変良い質問をされたと思っています。ずっと厳しい中ですね、財政規律が守られずに、どんどん毎年30兆借金をする中で、今年2020年度は、ワニの口がこんなになってしまいました。跳ね上がっちゃいました。で、これは、本当にしょうがないんですけれど、この借金どうするのかということですよね、この借金を。で、実は、規模は違いますけれども、まさに10年前、3.11 の時に震災復興の財源が必要でした。震災復興の財源を私たちはその時どうしたのか。歯を食いしばって私たちの世代で払いましょう。孫や子供にはね、この震災の付けは回さないってみんなで決めたじゃないですか。それは所得税25年間ですよ。25年間その山口した債務を払うために 2.1% ずつみんなで負担しましょう。住民税は10年、1人1000円。今でもやってるんです。今でも1000円ずつみんな払ってるじゃないですか。そうやって歯を食いしばって法人税は、3年か2年になりましたけど、法人でもみんなでその震災復興の特別のお金は払いましょうって決めたんです。今回も桁大きいですよ。だけどこれ本当に子供や孫に過ごしていいんですか ?30 年でもいいですよ。これを特別の財源を。我々、なんか、このコロナが終わった後で、自分たちの世代で払う。そういうことを考えていただきたい。それで最後に総理に聞きたいのは、私は1月の所信、施政方針演説で感動しました。梶山清六さんが、国民に負担をお願いする政策も必要になる。必要性を国民に説明し、理解してもらわなければならない。おっしゃった。で、私は、実は梶山清六通産大臣の時に、大蔵省政策で課長されておりました。当時、輸入税制っていうのを入れたんですよ。輸出促進じゃなくて輸入促進。終わったらね、作ったんですけど、大臣が私と課長と局長を呼んでくれて、色返してくれたんです。私も同じことをおっしゃいました。当時ね、自民党のね、やっぱり第一政治家って素晴らしい。課長補佐にでも国の国家を語ってくれました。同じ思いです。私、涙が出そうになりました。政府支援で聞いて。このコロナのお金、総理、菅総理、なんとか私たちの世代で払う。そのお覚悟、みんなで持とうじゃありませんか。菅総理、私は本当に梶山さんから言えば、総理の孫弟子の孫弟子かもしれない。弟子、下の方ですけど、同じ梶山清六先生と同じ言葉を聞いた同志として、総理のご見解を求めます。内閣総理大臣、菅義偉君。どうですか。竹中平蔵さんもね、竹中平蔵さんも、
今増税するなんてとんでもないことだと、今どん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 お金を出していって、とりあえず国民を救っていかないと、経済を立て直さないとって言ってるわけですよ。なのにね、誰が当選させたんだ岸本周平。もうね、こういう人がね、喋るなってんだよ。もう麻生財務大臣が楽になるだけじゃないですか。ということで、岸本周平さんの事務所に Facebook もあるみたいなんでね、両方にね、ちょっと文句言ってあげないといけないですね、これはね。西田昌司さんと話しなさいと。ただ頭の中をね、もう、これはね、なんとかしなさいと、リフレッシュ。古い。もう、岸本周平さんもね、麻生財務大臣も、もうね、国会にはいらない人ですよ、これは。いや、ひどいですね、久々に。これを、自分でね、話しながら感動してるわけなんですよ。いや、もうね、自己陶酔はね、そこまでにしてほしいですね。そんなバカな自己陶酔に付き合って、こっちまで犬死にする必要はないと思いますよ。岸本周平。岸本周平。このね、俺みたいな若造だってね、財政論は分かってんだからさ。ちょっとね、これは困ったもんですよ、皆さん。この上で増税だって。だって私たちは恩恵を受けてないですよ。救済も受けてないですよ。なんか10万円もらいましたっけ？で、税金を払えてんでしょ？これから値上げする税金を。富裕層がさらに儲かっちゃったと。その穴埋めを、私たちしてくださいってことでしょ。で、しかも、歯を食いしばって払いましょうという岸本周平さんは、歯を食いしばらずに、ニヤニヤしてね、国民が苦しんだの見てるだけですよ、これは。はっきり言って。誰が払うんだって。じゃあ、岸本周平さんね、毎月毎月10万円で暮らしてください。ね、10万円。それで、やってるんですよ、国民は。ね。ちょっとこれはね、岸本周平さん、自己陶酔のね、いい見本。もう、その年になってね、そんなことしかできないと思ったら、腹立たしいですよ。もう給料もらう価値なしですよ、この人はね。いや、皆さんもね、そう思いませんか？私は久々にこんなね、自己投資の演説を聞いて呆れましたよ。いやー、これね、菅総理がね、これに対して、私も感動しましたとか言ってるので、もうがっくりしましたよ。で、増税促進じゃないですか。財務官僚でしょ、もともとこの人も。岸本周平さんですよ。岸本周平さんが属してる政党の人はみんなで丸坊主にしてください。どこに属してるのかにも。国民民主党だったっけな。何をやってるんですかね。以上です。